いよいよ入試本番の時期になってきました。ここまで来たら、これまでやってきたことを信じて、あとは落ち着いて臨むのみです。自分の努力をしっかりとテストに反映させるために必要なこと、それは見直しです。今回は国語の記述問題の見直しで確認したい4つのことを紹介します。記述問題を書き終えたら、この4つの観点でもう一度確認してみましょう。1つ目は、提示された条件に合っているかです。文字数指定はもちろんのこと、よく忘れがちなのが指定語の有無です。読み取りはできていても、指定語がないだけで不正解になることもあるので、必ずもう一度問題文と自分の回答を確認しましょう。また、長めの記述問題や作文問題でよくあるのが、原稿用紙の書き方に従って書きなさいという条件です。この場合、一マス目を開けているか、句読点を行頭に入れていないかなど、他の記述問題とは違う観点で再度見直しをしましょう。2つ目は、文末表現は適切かです。よくあるのが、なぜかと問われている問題に対し、回答の文末を何々ことなどとしてしまうパターンです。これでは正しい内容を盛り込んでいても減点されてしまいます。なぜかと聞かれたら、何々から何々ためなど理由を表す表現で、どういうことかと聞かれたら、何々ということという表現で書くといったように、問いに対応する答え方となっているか確認するようにしましょう。3つ目は、正しい日本語を使っているかです。国語のテストですから、正しい日本語を使うことが求められます。見れる、寝れる、起きれるなど、話し言葉で使ってしまいがちなら抜き言葉なども減点の対象となる場合があります。また、難しい言葉を使ったら使い方を間違えていたなんてこともあるので、なるべく本文で使われている表現を使用して回答すると良いでしょう。そして4つ目は、誤字脱字がないかです。誤字脱字も必ずと言っていいほど減点対象になります。特に多いのが漢字の間違いや送り仮名の間違いです。こういった間違いは確認することで防げることが多くあるので、念入りに見直しをしましょう。また、合わせて句点の有無も確認しましょう。空欄補充問題などで句点が不要だったということもよくあります。以上が記述問題の見直しで確認したい4つのことです。テストは見直しまでが重要です。その1点が合否を分けるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方は、コメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。